山本周五郎作。抜き打ち獅子兵衛。一。賭け勝負。勃券、真剣、望み次第。試合は一本。申し込みは金一枚。打ち勝つ者には金十枚定常。中国浪人、天下無敵。 横二尺に縦五尺ほどの杉板へ墨も黒黒と筆太に書いた考察が立っている時は寛永十九年二月場所は江戸両国橋広麹大江戸が将軍家お膝元の都市として その面目と繁盛とを完全に整えたのは元禄以後であるという。だから寛永年間にはまだ建設の途上にあったことになるが、それでも両国橋付近は有名な盛り場で、人馬旅客の往来は絶えず、旅館、茶店、見せ物小屋などが軒を並べ胸を連ねて賑わっていた。 その広小路の真ん中へ、天下無敵という考察を立てたのだから、ことだ。ご入国以来、こういう考察の立つことは、見たびやごたびではない。多くは出世の機会を得ようとする剣術者であるが、中には、機敬を設けて金儲けを目的にするものもあって、殺伐な気風の抜けない当時の市民たちに、 折々の講話題を与えていた。しかしそれらの人々はお膝元を騒がすという点を遠慮して大抵御府内でも外れに近い場所を選んでいたし人柄も多くは懐ないかにも武術者らしい風格のものであったそれが今度は大胆にも江戸の真ん中とも言うべき両国広麹であるし 当人というのが、体つきこそたくましく堂々としているが、年も若く、色白で眉の濃い、なかなかの美情部だったから、その人気たるや素晴らしいものであった。しかも恐ろしく強い。考察が経ってから10日の間、評判を聞いて試合を挑みに来たものの数は、武家や町人を加えて50人をはるかに超えているが、 まだかつて一度も勝ったものがない。勝たないばかりではなくて、大抵は身構えするかしないという暇に打ち込まれてしまうのである。抜き打ち獅子兵衛。おそらく偽名であろうが、抜き打ちという点だけはまさに偽りのないところであった。彼は今日五人まで勝って、 今将棋に腰をかけたまま脇に置いた樽から悠然とひしで酒を煽りつけていた。ほう四軒ほどに縄を張った周囲は黒山のような見物人の柿で向こうの見世物小屋でやけに生やし立てる人寄せの三味線太鼓がいたずらに大川のかもめたちを驚かしているのは皮肉であった。昼下がり。 三時ごろのことである。道を開け、通るものじゃ。そう言いながら、人が気を押し分けて、一人の武士が進み出てきた。網傘をかぶっているから、人品年ごろはわからないが、衣服も大小も立派ないずれ相当な身分と思われる人柄である。獅子兵は、将棋にかけたまま、 勝負をお望みなさるか、と声をかけた。相手は縄張りの中へ入ると、傘の前を少し上げながら、返事もせずにしばらく佇んでいたが、やがて静かな声で、いや、勝負は望みもさぬ、と答え、くるりとキビを返して、再び人垣の中へ戻ってしまった。 なりを沈めていた見物人たちは、このありさまを見て期待を裏切られたらしく、臆病者とか、敵に後ろを見せるとか、金一枚が惜しくなったのだろうとか、無塩漁にバリアラ嘲笑を浴びせかけたが、獅子兵衛の顔色が少し変わったことに気づいたものはなかった。つまらぬ飛び入りがあったきりで、 今日はもうこれでおしまいかと思われたとき、今度は見物人を十分に堪能させる客がやってきた。おい、見ろ見ろ、松平の鬼若様だ。閉めた、とうとうお出ましか。今日まで現れなかったのが不思議なくらいだぜ。こいつはいよいよ関ヶ原だ。道を開けろ、道を開けろ。群衆の歓声を浴びながら、 三人の友を連れた立派な若者が縄張りの中へ入ってきた。出雲の国、広瀬三万二千石、松平生きの神の子で虎之助。その年二十一歳。色は少し黒い方だが、五連子の気品は争えぬ威厳を備えている。無紋の衣服に袴、被り物なしで、 まだ幻服していない自慢の大前髪を、早春のそよ風になぶらせながら、剛然と獅子兵の前へ立った。抜き打ち獅子兵とは、その方か。いかにも、獅子兵は拙者だ。そう答えて、彼も将棋から立った。二。将軍家お膝元をはばからず。 天下無敵などという考察を立て、世を騒がすのは不届きである。抗議を恐れぬ致し方とは思わぬか。いささかも、さようには思わぬ。獅子兵は平然として答えた。拙者は兵法修行のもので、今日まで諸国をへめぐってきたが、未だかつて敗れたことがない。当時江戸は将軍家お膝元で、 武術者も多いと聞いたからどれほどの達人がいるか試みに来ただけだ不都合はあるまいもし天下無敵が気に入らぬと言うなら勝負を望むがよい金一枚で誰でも相手をする断っておくが金一枚は金儲けのためではないぞつまらぬ腕前ばかり見せられるから宇佐原氏の逆手にもらうのだ 恐ろしく光源を吐くやつだ。虎の助は太い眉を動かしていった。田舎者は物の道りを知らぬと見える。しかるべきものがかような場所へのこのこと武術の優劣を争いに出ると思うか。そうかもしれない。誰しも人中で恥はかきたくないものだ。何聞き捨てならぬことを言う。 お望みならば金一枚。万一勝てば金十枚を提上する。この上口論は無用だ。唐兵衛、虎之助は振り返って叫んだ。その方、こやつを打ち据えてやれ。承知つかまつりました。友の中にいた男が一人、手早く身支度をして進み出た。綿抜き唐兵衛と言った。 やぎの道場でも指折りの達者である。金一枚、約束でござる。無礼な、金須などけがらわしいものを。まあ、良い。虎之助は面倒くさそうに言った。白江門、望み通り出してやれ。はははは、さすがに鬼若殿は管轄だな。いや、 そう目を怒らせなくとも、一目見れば松平虎之助殿とはわかります。江戸一番の大前神。この次はお手合わせを願いますぞ。プレモノ。いざ真剣で参る。当兵が叫んだ。主人の名が出ては生かしておけぬと思ったらしい。獅子兵衛は微笑しながら墓権を取ると、 真剣とは頼もしい。拙者の方は誰が相手でも勃剣と決めてある。参ろうか。不敵に言って二三歩下がった。当兵は腰の体剣を抜くと小手下がりの西岸につけた。獅子兵は勃剣のつかした柄ころを左手に握って腰へつけ、右手で柄を軽く握ったまま棒立ちになっていた。 好きだらけの構えである。いや、好きだらけというより、まるでデクを立てたようなものだ。当兵は呆れて目を見張ったが、その次の刹那には逆にハッと自分の息が止まるような驚きに打たれた。好きどころではない。棒立ちになった体はすさまじい世紀を発し、 軽く握って左の腰へつけているけ剣は、打ち込む機会を待ちかねて、生き物のように脈を打っている感じなのだ。その上、獅子兵衛の大きく見開いた瞳からは、列々たる気迫が光のように放射して、そのままこちらを焼くかと思われるほどであった。当兵衛は呼吸が苦しくなってきた。よく言われることであるが、 上手ほど上手を知るというのは事実だろう。彼は獅子兵衛に対して全く手も足も出なくなった。藤兵衛、臆したか虎之助が声をかけた。藤兵衛も無下な腕ではない。虎之助が声をかけたとき、獅子兵衛の木に鵜のけの先でついたほどの乱れが出た。と見るより早く、彼は大きく踏み出しながら、やあ 西岸の剣をそのまま突っ込んだ。捨て身の突きである。体ごと相手の体を突き倒す勢いで突っ込んだのだ。迅速な、誠に見事な技であったが、あっと人々が息を呑んだとき、獅子兵衛の体がわずかに左へ傾き、カッという音がして、白羽が地に打ち落とされるのと同時に、唐兵衛の体が二本の足を空へ、 だっとカエルつぶしに地面へたたきつけられていた。うわあ、うわあ群衆の漢子を浴びて、獅子兵衛はにっこり笑いながら、金一枚をゆっくり懐へ入れて静かに一周し,した。ありがたく、ちょうだいつかまつる。同輩の者が慌ててとう兵衛の解放にはせつける間。 虎之助は獅子兵衛の顔を大きな目で穴の開くほどにらみつけていた。しかし何も言わなかった。見物人たちが言ったように虎之助は鬼若殿というあだ名を持っている。貴公子でいながら武芸はずばぬけてよくできるし家柄がものを言うので今日まで江戸市中を思うままに暴れてきた。 鬼若殿だと聞くと相当なあぶれ者でも尾を巻いて逃げ出すくらい名が通っている。かつてこんな失敗を演じたことはなし、そうなったらもう穏やかに済むはずはない。ところが虎の助は黙っていた。そしてもっと意外なことには、友の者が東兵を助け起こしたのを見ると一言。帰るぞ、と言った。 そのままきびすを返して立ち去ったことである。三。根岸の里といえば、当時はまだ全くの田舎で、くれたけのという枕言葉にふさわしい竹やぶと杉の森、雑木林の丘、田や畑の間に農家が散らばっているありさまであった。しかし、 寛永寺が建立されてから、水戸家の下屋敷をはじめ、その他の諸侯の屋敷がぼつぼつ立ちはじめたので、あちらこちらの林が切られたり、池が埋められたりしていた。里人が二本松と呼んでいる丘の陰に、自臨寺という古寺がある。日のとぼとぼ暮れに、例の貫ち獅子兵衛と名乗る武士が、 その三門をくぐった。すると、待ち受けていたように一人の若侍が出てきて、左内殿、明善院様がお召しでござる、と言った。衣服を改めるに及ばず、そのままお目通しを許しとある。さようなれば。若者は静かにお辞儀をした。古びた客殿へ上がると、 そこにも三人ほどの若侍が詰めていた。みんな冷たい目でじろりと見たが、左ナと呼ばれた獅子兵衛は気づかぬ風で体験をとり、絵文を作ろって奥の前試行した。その部屋には、土佐派の筆になる極彩色の屏風を背に、切り下げ紙にした四重余りの夫人が水晶の珠を手にして上座に座,に座り、 その左手少し下って、あから顔の老武士がうやうやしく控えていた。お召しにより、さない、お目通りつかまつります。チコ、許します、チコ。夫人は神経質に言った。呼んだのは、尋ねたいことがあるのです。さない、その方は、この身をどう思って言いやる。 はあこの身をどう思ってやるかうせ恐れ入り奉る亡きとの田島の神様ご皇室我ら身にとり三世までのご主人様と存じ奉りますまことに主人と思いますかそうではあるまい真にこの身を主人と思ってくれますなら 好みの恥になるような振る舞いはせぬはず。ぶしたる者が市中繁華の場所で金をもうけて剣術試合をするなどというあさましいことはせぬはずではないか。あ、はあ、亡き殿様はご悲運にて、ご領地は召し上げ、お家は改易、家中さ散して、この身も今はよるべなきの上です。 けれど、汚らわしい賭け勝負をするようなものを家来に持ったとあっては、世間への名門、亡き殿様への申し訳が立ちませぬ。覚悟のほどを聞きましょう。恐れながら、ご老職まで申し上げます。左内は平服していった。私め一代の粗骨、ただただ若げの過ちでございます。 お怒りのほど何とも申し開きのいたしようなく、ひらにひらにお許しの願いますよ。ご老職よりおとりなしのほど、ならぬ。老人は一言のもとに跳ねつけた。お家万歳の折なれば格別。ご悲運の折柄これを差し許しては。恐れながら、 かけ勝負の金にておやしない申すと世表に上っても申し訳は立たんぞ。そうであろうが。まことに、まことに私めの深く、お詫びの申し上げようもございませぬが、返名をしていることもあり、元よりお国詰めにて当地に顔を見知られたものもなく。黙れそう申すからは、 お上のご恥辱となることを承知の上でいたしたと言えるぞ。いやいや、まったくもって。サナイさない、下がりや。妙泉院の手、数図が音を立てた。亡き殿様に代わって、この身が感動いたします。再び顔を見舞いぞ。はあ。さないは額を畳にすりつけた。 亡き殿とは、告げ田島守直友を言う。備中任意で二万石だったが、幕府の棋位に触れることがあって、三年前に改役された。遺族は、夫人、妙仙院常子と、十七歳になる娘、凛子の二人であった。改役とともに、多くの家臣は離散したが、家老、和田玄牧以 15人の者は遺族を守って菩提寺の寺林寺に世を隠れ折あらばお家最高を図ろうと機会の来るのを待っていたのである。のうち左内さないは国元で300石の近樹頭を務めていたが大変と同時に出布し以来おそばさらずに仕えていたのだ。感動する。 武士としては致命的な申し渡しを受けて、祥然と退出したサナイが、すでに夕闇の濃くなってきた境内を山門の方へ出て行こうとすると、祥牢の影のところから、お待ち、サナイ、そっと呼びながら、一人の乙女が出てきた。四、姫君、 リンコである。白玉のように艶やかな方に小さな種の唇がまるで火ボタンのつぼみを置いたように美しい。大名の姫に生まれながら感じやすい年頃に大きな身の上の変動にあったので、高貴な目元のどこやらに物おじをする小鹿のような表情の現れるのがこの上もなく可憐である。 15人余りいる家来の中で誰よりも左内が一番お気に入りだと言われていた「左内は行ってしまうの?」凛子は震えるまなざしで見上げた「んは知っています」「格之進が現場に言いつけたのです」「今日現場が一緒に行って見てきたのだ」って「存じております」 どうしてサナイはそんなことをしたのかけ勝負ってそんなにいけないことなのいけないことをサナイがするはずはないわね。リンはそう思っているのだけれど。なんとも申し訳がございません。何かわけがあるのね。そうでしょう、サナイ。何かわけがあるのでしょう。リンコはむしろすがるような口ぶりだった。 サナイは苦しげにうつむいたまま。お姫様、サナイはお姫様の家来でございます。部長法でご感動を受けましたが、神明のある限り、妙泉院様、お姫様の家来だと思っております。どうぞ、こう申し上げることを、お姫様だけでもお許しください。それでは、行ってしまうのね。 もう会えなくなってしまうのサナイ。たとえ、たとえお目通りはつかまつらずとも、サナイはお姫様をお守り申し上げております。どうぞ、お心上部に、お幸せにおいで遊ばせ。訳を言っておくれ。そんなことをしたのには訳があるはずです。凛にだけでよいから。 その資材を話しておくれ。ただサナイの部長方でございました。お姫さま、ごめんをこうむります。お待ち、サナイ、お待ち。サナイは走るように立ち去った。もう生涯に二度と聞けぬお声だ。走りながらサナイはそう思った。 わずか3年余りしか使えなかったが、誰よりも姫の蝶を受け、また誰よりも姫を大切に守り立ててきた。心ひそかには、姫君というより、親秘の妹、あるいはもっと大事な、じかな愛情さえ抱いていたのである。ご不運な方、おいたわしい姫、この方のためならどんなこともしよう。 そう思い続けてきたのである。そしてそれが今日の感動を受ける原因となったのであった。待て叫びながら行く手にバラバラと現れた人影を見て、サナはピタッと足を止めた。夕闇の中に二人、近寄りながら刀を抜くのが、にい色の光を放って見えた。 先に来て待っていたらしい。渡辺格の進と柏木第六。その後ろに和田玄馬の顔も見える。お家の名に泥を塗るやつ。生けてはやらぬぞ。さ佐内、潔く潔白しろ。さないは黙って一歩下がった。そして目は二人を見つめながら。しかし相手が意外に思うほど静かな。 落ち着いた声で現場に呼びかけた。ご老職、せっかくながら、な内はまだ切腹はできません。それよりむしろ、拙者から一言亭したいと思います。ご老職はじめおのおのは、本当にお家を再興することができると思っていますかご親類諸行が見向きもしないのに。 ビビたる我々の力で、告げけ最高が叶うとお思いですか。無駄事はいらぬ、抜けさない。無駄事ではない。出来もせぬことを神頼みにして、この先いつまでべんべんと待っているのだ。妙仙院様はしばらく置く、お姫様をどうするのだ。 お家最高が不可能なら、せめてお姫様なりと、世にお出し申さなくてはなるまい。気候らがあてもない夢を見ている間に、お姫様のお年頃はいたずらに過ぎてゆくのだぞ。ご老職、あなたはそれをお考えになったことがありますかたまれさない格の心が口いっぱいにわめいた。 お来らい中で駆け勝負するような腹渡の腐った貴様などに我々の苦心がわかるか。腹を切れ腹を。切らねば我らが。格の心、気功はいい人物だ。ご老職はじめみんな、忠義に厚い武士らしい武士だ。しかし、その中心は、お姫様の生涯をご不幸にするかもしれないぞ。 気候らとしてはあくまでお家を再興したいだろう。しかしもうダメだ。拙者にはわかっている。おそらく気候らも心の中ではそう感じているに違いない。ご老職。もう諦めるべきです。そしてお姫様を世にお出し申すときです。くそまだ申すかわめきざま。 かしわぎ大六が激しく切ってかかった。夕闇の中にギラリギラリと刃のひらめくのが見え、地を踏む足音と叫び声とが入り乱れた。しかしそれは十秒とかからなかった。第六はひばらを、角之進は高もを、峰内ではあるが骨へ通るほど打ち込まれて倒れた。現場は、 も天下無敵、抜き打獅子兵衛。両国広麹には、今日も考察がたち、それを取り巻いて黒山のような群衆が、今、朝から三番目の勝負が行われているのを、押し合いへし合い見物していた。 その勝負がついた時である。湧き立っている人垣を押し分けて、昨日の鬼若様の友できた綿貫唐兵衛が、つかつかと縄張りの中へ入ってくると、昨日お手合わせをつかまつった綿貫唐兵衛と申すものでござるが、拙者主人の申し付けにて、これより屋敷へご堂々願いたく、ご案内に参ったが、ご承知くださるまいか。 これはご丁寧な、で教授というわけですかサナイは笑って。で稽古は高くなりますが、よろしいか。ご迷惑はかけませぬ。曲げてお腰しが願いたい。結構です。参りましょう。サナイはあっさりうなずいた。冗談じゃねえ、ししべ先生。様子を聞いた見物たちは呆れて、 そんな口車に乗っちゃ危ね昨日の遺恨があるんだ。殺されちまいますぜ。相手が鬼と名のついた若殿だ。屋敷へ呼んで取り詰め、ナマスのように五分試しと計略は分かってら。おやめなさい、先生。江戸人は人情に熱いな。サ内は笑いながら言った。言葉も交わさぬ拙者の身を。 それほど案じてくれるか。かたじけないぞ。しかし、安心し,しろ。獅子兵衛のナマスは、酢でも味噌でも食えぬ。食えぬナマスを作るおにわかどのでもあるまい。はっはっはは大きく笑って、綿貫先生、お供をしましょう。と、袴の塵をはたいた。ぞろぞろとついてくる群衆を追いながら、 浅草橋御門から軍大屋敷の横を通り柳原の土手に沿って松平生守の,の中屋敷に着いた門を入ると長屋の前をまっすぐに抜けて中の木戸から庭へ入るそこを鍵の手に曲がってさらに二つ木戸を通った後と戦跡結構の豪奢な奥庭へ出た腰のものをいかがしましょう サナは御殿に近寄ると見ていった。いや、ご遠慮なく、そのままどうぞ。それでは帰ってはばかりです。お預かりください。いや、おみの行為でござれば。でもどうぞ。サナは体験をとって、当兵の手に渡した。敵にどんな考えがあるか知らぬが、後期の側近へ出るのに、 対等のままでいるのは作法でない。ここまで来るからは、サナも覚悟は決めている。礼儀は礼儀として、あくまでも守る気だった。さようなれば、しばらくこれに。そう言って藤兵は去った。サナイは、広縁の下に悠然と立って待った。静かな日である。 そよ風に乗って梅の香が匂う。庭いっぱいに暖かい日が溢れて、じっとしているとまぶたが重くなるような日よりだ。すると、その静かな庭へ、にわかに人の気配がして、おおよそ十人余りの若侍たちが現れた。みんな十分に身支度をして、勃券や稽古槍を持ち、 ぐるりとサナを半円の中に取り巻いた。無言である。サナは素早く目を配ったが、かねて帰していたことだから驚く様子もない。ほほ、いよいよお出ましだな。静かに言った。お庭の青ごけを踏み荒らすのはもったいない。いずれもそのご注意を忘れぬよう。拙者の方はいつでもよろしいぞ。 きっとよいか、ししべ。後ろで叫ぶ声がした。さないは目尻でその方を見た。広縁の上に虎の助が矢をつがえた弓を持って、今にもいかけようと身構えていた。さないは脇差しの塚に手をかけ、黙って左右に目を配っていたが、小存分に、という刹那。えい 耳をつんざく掛け声とともに、六尺豊かな体がまりのように縮んで、半円に取り詰めた人数の中へ踊り込んだ。被縁のごとしということがある。その時のさないはまさにそれであった。取り巻いた人数がわっと動揺する中に、彼の姿は力のある。それでいて目にも止まらぬ速さで、縦横に見えつかくれつした。けんが空へ飛び、 やりのぶち折れる音が聞こえた。そして若侍たちはバタバタと倒れた。体当たりを食らって跳ね飛び池へ落ちたものもあった。十人余りの人数があっという間に打ち伏せられたと思うと、さないはいつ奪い取ったものか勃券を右手に、いざお手並みを拝見つかまつりましょう。と、広縁の真正面へ踏み寄ってきた。 虎之助はしかしすでに弓を下ろしていたそして左内が近寄るのを見るとそばに控えていた藤兵に弓を渡しながら「それには及ばぬぞあっぱれ見事なやつ」「杯を取らせるから参れ」と言って奥へ入った「六」は「左内は 支度を直した上、当兵に導かれて午前へ出た。虎之助は上機嫌であった。さても世間は広いものだな。兵法者の数も見てきたが、その方ほどの腕は、ヤギウ家を置いて多くはあるまい。名は何という。盾のうちナイと申します。週持ちか。 それとも、老人か老人でございます。目らの多い世の中と見える、それほどの腕を買うものがなかったとは意外な。どうだ、世の六をはむ気はないか三万石の昇進ゆえ、食禄は多分にやれぬが、世にできるだけのことはするつもりだ。お言葉、身に余る面目に存じます。 そのご管轄におすがり申して、私にお願いがございますが、お聞き届けくださいましょうか。できることなら聞いて使わそう。片付けのございます。さないは平服しながら、は肌はぶしつけなお願いでございますが、九首の名の出ますことゆえ、どうぞ、お人払いのほどを、 うん、よい。皆遠慮せえ。金字の者が退出するのを待って、左内はずっと一膝進み、虎之助の目を見上げながら一年込めた調子で言った。お願いと申すは、ほかでもございません。こなた様に、奥方をご推挙申し上げたいのでございます。なんという。 世におくをあまりにとっぴな言葉で、さすが鬼若と呼ばれた虎之助もあぜんとしたらしい。左内はかまわず続けた。こなた様が今日までお年にかまわず、いまだ前髪のままおわす理由の一つは、ご縁談をよけるおつもりと承りまする。お身分と申し、ご気性と申し、 恐れながら、小中様ならではと、かねてお見込み申し上げましたればこそ、お目につきやすき両国にて考察を掲げ、お運びある日をお待ち申し上げていたのでございます。ほう、すると、掛け勝負は世を誘い出す手立てだと思うすか。小中様のご気少として、お目に留まれば、 そのままお見過ごし遊ばすはずはなしと存じました。その説の無礼は、ひらに、ひらにお許しくださいますよ。虎之助はじっとさないの顔を見つめていた。相手の一年凝った態度に、ようやく心を動かされたのである。さない、世にめとれという、その相手はいかなる身分のものだ。 小中様とお見込み申し上げましたゆえ、ありのままにごんをょつかまつります。実は私の主人は、千年五開役に相なった、杖田島の神にございます。おお、杖公の家中か。お家廃絶の後、家中離散の中より不退転の者十五名。ご皇室、妙仙院様。ご息女、林子様。 お二方をお守り申し上げ、今日までお家最高の時節を待っておりました。しかしご承知のごとく、もはやその望みは耐え果てました。講義お仕置きの模様を拝察しましても、お家最高のことは諦めなければならぬと存じます。虎の助は黙って頷いた。それもよし、世の定めといたしまして、 おいいたわし年は十七、五霊里の太刀にて世にまれなお美しさを持ちながら、このまま生涯日陰の海の上かと思いますと、私ども真価の実にとり、残念とも無念とも申しようがございません。さない、それでよいぞ。虎之助は強く遮って、 大きな目にどこかだだっこめいた笑いを浮かべながら言った「もう何も申すなその方ほどのものに見込まれたら逃げられまい」<殿>「の、住まいを申せいずれ親元と話してしかるべく使いをやるぞ」「の。片付けの」「ないはむせびながら平腹した。 春3月、根岸の自臨時から、びびしい女乗り物の中に、14人の侍たちが列をなして出てきた。すだれをあげてある乗り物の中に、美しく着飾った凛子の姿が見える。心なしか、白玉のような頬が薄桃色に輝いて、眉のあたりほのぼのと、 望みにあふれるものの喜びの色が動いている。友の面々も生き生きと目をあげていた。ことに和田玄馬は老いの目に涙さえ浮かべながら生まれて初めて大地を踏むような力強い感動で方を運んだ。思いがけない海運である。老中稲葉美濃守を介して。 リンコ姫を五連子松平虎之助の奥方にと梱包されしかも親元を美の守が引き受ける上に皇室明泉院には生涯淵をするという条件だったどうしたわけだみんな一時は夢ではないかと疑ったお家最高の望みが耐えたことは口にこそ出さぬが 誰しも動かしがたい事実だと感じていたのである。そして、姫君だけでも世にお出し申したいと願いながら、しかし、幕府のキーに触れた家のこととて、それも叶わぬことではないかと、半分は諦めていたのであった。そこへ突然の話だった。おまけに、家中さんの中に、見落として古史を守り通したこと神妙。 ということで、十五名の家来もそのまま生き家に召し抱えられることになったのである。姫君も世に出る。我らも生涯を使い申すことができる。一同の喜びがどんなに大きかったかは言うまでもあるまい。彼らは今、よみがえったような元気さで、親元になる稲葉家へと進んでいるのだ。足取りは軽い。 日はうらうら、丘の二十歳に影楼が燃え、桃の花がだんだんと赤い。人々は今、水戸殿下を、新しい希望に表を輝かせつつ通り過ぎてゆくだが、どうしてそんな幸運がめぐってきたかという、その理由は知らずに。くぬぎ林の陰に、この行列の通り過ぎるのを、 じっと見送っっとている武士があった。網傘をかぶっているので顔は見えないが乗り物が前にさしかかってりんこ姫の絵のような姿が見えた時「お姫様」と低くつぶやくのが聞こえた木陰に膝をついて行列が見えなくなるまで黙奏していたがやがて静かに立ち上がった時 馬上の虎の助が近寄ってきて、さない、美しい姫だな、と声をかけた。はっと網傘を取ったのは、盾のうちさないであった。その方の言葉に偽りはなかった。ことによると世は礼を言わなければならぬかもしれぬ。いや、ここであっさり礼を言うかな。 もったいないお言葉、家来どもまでお取り立てに預かり、私こそ、なんとお礼の申し上げようもございません。なんの、あれだけの家人とさないほどのものを手に入れることができたのは、世の家宝だと思うぞ。恐れながら申し上げます。さないは驚いて目をあげた。私めは、この場から立ち退きまする所存。 若殿にお使い申すことはかないませぬが。何何を申す世に使えることはならぬとな。姫君のお幸せになるよう、そればかりを一年に、数々の部長法をつかまつりました。武士としてあるまじき、ちまたに立って掛け勝負までつかまつりました。私がもしお取り立てをお受けいたしますれば。 あれ見よ、告げのご息女は、家中の侍に掛け勝負などをさせ、生き様を図って腰入れしたと。世情の噂に登ろうやもしれませぬ。私のお願いを、家来どもにも内密にとお頼み申し上げましたのは、そのためにて、これは私と若殿だけの肘でございます。そして、このまま私が身を隠しますれば、 不足の世表を招かずとも済みましょう。左内は馬鹿だぞ。虎之助は腹立たしげに怒鳴った。世はその方が欲しい。左内が欲しいのだ。では、世情の沙汰に上った場合、どう遊ばします。恐れながら、大殿様はじめ、御一門の名門にも関わりまするが、 ご承知か虎之助の目にはいつか怒りとも悲しみともつかぬ涙が光っていた「要はその方が欲しかったその方は来てくれるものと思っていたぞそれなのに今となってそんなことを」「若殿そのお言葉は社内にとって骨に答えます」。 もし、もしお待ちくださいまするならば、やがて御前へまかりいでまする。おお、来るか、世のもとへ来るというか。五年、あるいは七年。ないは空を仰ぎながら言った。お目通りつかまつるべき時と覚悟のつきました折は、 必ず立ち戻って参ります。聖音聖、待つぞ。五年、たとえ十年でも。聖音つかまつります。必ず、おめどり捕まつかりまする。若殿、何とぞ、ごぶ運めでたく。姫君の義、幾重にもお願い申し上げまする。 措置も堅固で必ず戻れよ。はっ!」。ないはじっと虎之助をおぎ見たが思い切ったように俳優するとあみ傘を手に道へ出てそのまままっすぐ北へ立ち去っていった。